ってた。今回紹介するのはこちら、頭がよくなる魔法の飴。ん？それを食べた翌日、テストの成績もぐんぐん上がります。頭が良くなる魔法の飴？今ならお試しパック送料込みでなんと500円でお届けします。こちらのお電話番号までどしどしご応募お待ちしております。人数を増やして受け付けております。は？ヤバすぎやろがい、ヤバすぎやろがい。そういえば来週中間テストだしな。はいはい、打ち替えます。電話電話と0120。もしもし。ねえねえ聞いて。なんか昨日深夜の通販番組やってて、それなんか頭が良くなるさ飴みたいなやってて。何それ。絶対そんな頭良くならないでしょ。え、なるし。は？まあゴリミはいつも赤点ギリギリだからね。は？名前に言われたくないんですけど。お、ほいほい。え、届いたかな。はぁ、届いた届いた。これか。めちゃくちゃ嘘くさいな。何これ。でも明日からテストだし、早速ちょっと食べてみるか。こんなんで変わると思えないけど。美味しいじゃん、意外と。それではテストを開始する。よい、スタート。めっちゃ書くの早くなかった？どうせゴリミのことだから適当に書いて終わらせたんでしょ？バレた？だと思ったよ。私より先に寝てるからさ、びっくりした。すぐ寝ちゃった。はい、じゃあテスト返していくぞ。速記ブロ。はい、ありがとうございます。うわ、微妙だな。最悪。留守だ。はい。お前今回すごい優秀だったぞ。え？平均点以上ばっかりだ。ありがとうございます。おめでとう。マジじゃん、すごっ。トリミーすごいね、ちゃんと勉強したんだね。ああ、うん、まあね。おめでとう。すごい。どうやって勉強したの教えてよ。ああ、教えられない、ナナイには。え、なんで？え、てめえは普通に一人でやってろ。やんのか？やってろ。やんのか？教えねえよ。飴もっと食べれば、さらに頭が良くなる。飴、飴。全部食べちゃおうかな。じゃあこの問題をブスだ、答えてみろ。あ、私3です。違うぞ、どうしたんだ。え、あ、間違えた、2。2です。3たす3だぞ。4。ふざけてるのか。別にふざけてないですよ。あ、じゃあ8。お前、え、放課後居残りだ。え、ただし注意事項がございます。この飴は1日1粒まで、1粒以上食べてしまうと逆効果になってしまうので、そちらだけお気をつけください。